27日ロッテ2-0セーブ、ゾゾマリン、ロッテの角中勝也外野手が、2番、左翼でスタメン出場し、3打数3安打2得点。ここ6試合平均で1、3得点と頻打に苦しんでいたチームを救った。角中は1回の第1打席で中前だ。先頭打者で迎えた3回には左翼戦2塁打で出塁し、ポランコの2ゴロで3塁に進み、 佐藤の右前的地打で先制のホームを踏んだ。4回の第3打席では西走者なしから中前打で出て、続くポランコの左翼戦二塁打で一塁から一気に生還する激走で2点目のホーム。5回の守りから藤原に交代してお役場免となったが、まだまだ次の打席を見てみたいと思わせる活躍ぶりだった。吉井監督は彼の体力を考えて、 大体そんな感じで変えてるんですけどと3打席で交代したいきさつを説明。その上で、打線が調子悪い奴ばっかりなんですけど、角中が3本打ってくれて助かりました。ベテランでも調子悪い奴は調子悪くなっちゃうんですけど、角中は好不調の波が少なくって、本当頼りになる選手ですと絶賛した。